たやリサ2月1日帯は日本の小説家、京都府京都市生まれ、金閣寺近くの閑静な住宅街で育った。父は副職関係会社に勤めるサラリーマン、母は短大の准教授という家庭環境にて育つ。3歳下の弟がいる。17歳の時に太宰治の作品に引き込まれ、作家になろうと決めた。京都立紫の高等学校在学中に、 インストールで第38回文芸賞を受賞。受賞当時17歳であり、第18回の堀田明美以来20年ぶりの最年少体記録として話題となった。同作品で2002年に第15回三島幸夫賞候補。選考委員の福田和也、島田正彦より高い評価を受ける。同作品の単行本は2年後の芥川、 龍之介賞受賞や映画化の効果も、相まって、2008年までに70万部が発行される、ベストセラーとなった。2002年に、早稲田大学教育学部国語国文学科へ、自己推薦入学。在学中は、千葉春治ゼミに所属。大学在学中の2003年に、蹴りたい背中で、第25回、野間文芸新人賞の候補となり、2004年に、同作品で、 第130回、芥川龍之介賞受賞。金原瞳、ヘビに、ピアスと同時受賞であり、それまでの最年少記録、丸山賢治の23歳0ヶ月を大幅に更新。芥川賞受賞作と選票が掲載された、月刊、文芸春秋2004年3月号は、雑誌としては、異例の初回すり80万部、最終的には118万5千部を記録し、 1990年12月号、昭和天皇読白録収録号の105万部を抜き裂いた発行部数を更新した。単行本は、芥川賞受賞作としては1976年受賞の村上龍限りなく透明に近いブルー以来、28年ぶりのミリオンセラーとなった。2004年末までの発行部数は127万部。2006年3月に、 早稲田大学を卒業。以降、京都で専業作家として活動に入る。蹴りたい背中で2005年度早稲田大学王の式年賞、芸術賞を受賞。同年末に3年半ぶりの長編となる夢を与えるを発表。2008年、第26回京都府文化賞奨励賞を受賞。同年、世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダーズの一人に選出される。 同年春より、読売新聞で、書評委員を務める。2010年、勝手に震えてろが、第27回、小田作之助賞大賞候補。2012年、かわいそうだね。で、第6回、大江健三郎賞を受賞。同年、京都市芸術新人賞を受賞。2019年、生の身がまのままで。で、第26回、島瀬恋愛文学賞を受賞。 筆明の、綿谷は、生命判断を参考に、中学時代の同級生のせいから拝借した。幼い頃から本や活字に興味を示し、本読んで、本読んでとねだる子だった。両親はよく読み聞かせをしたという。小学生の頃は、江戸川乱歩やナス星館の、ずっこけ三人組シリーズ、不思議の国のアリス、カニグズバーグ、熊野プーさん、ミハエル・エンデの、 果てしない物語などを愛読。中学生の頃からマーガレット・ミッチェル、風と共に去りぬや田辺聖子、いい夜を繰り返し読む。中学では演劇部に所属。高校生の時の自身を引っ込み事案でマイナス思考だと語り、太宰治の作品に引き込まれ、本格的に小説を書き始める。部屋にこもって小説を書いているのを、 両親は受験勉強をしていると思っていたとのこと。二人とも作家になることに反対はしなかった。また、普通科でも英語に重点を置いているクラスがある。高校を選んだため、高校2年生の時に、サンフランシスコのインド人の家にホームステイしている。愛読書として上実したものの他に、村上春樹の初期作品、吉本バナナの、キッチン、町田康人間のクズなどを挙げている。 スティーブン・キングもよく読む作家の一人。好きな映画は、普通の人々や、マリリン・モンローの作品、オードリー・ヘプバーンの作品。かつて、文芸誌のアンケートでは、好きな映画は、洋画なら、愛と強くの日々、邦画なら、月光の囁ささきと答えた。また、エンターテインメントでは、AKB48 の、特に、前田敦子のファンでもあり、 確実に私は背中を蹴られる側だと思いますと述べている。ときめきメモリアルのファンとも語っている。後年、大学時代を振り返って、楽しくなかったと語った。本人によれば、創作活動でスランプに陥り、恋愛にも失敗する一方で、アルバイトに没頭していたという。大学の卒業旅行では、青森県に行き、太宰治むのせいか、社用館に立ち寄った。 アクタ川賞受賞で、分断のアイドルと注目され、ストーカー被害に悩まされたことがある。2004年に、インストールが映画化された際もプロモーションに参加せず、表舞台へ出ることを避けた。専業作家となってからは、メディアの取材にも応じるようになり、2007年には、初のサイン会も開いた。2014年12月、2歳年下の、霞が関勤務のキャリア国家公務員の男性と、 結婚。結婚の4年半前に、小説の設定のため取材先を探していた際に、出版社から紹介され、理系大学院生だった、彼と知り合ったとのこと。地黒で、笑顔の明るく、雰囲気的には、沖縄のシーサーに似ていると、インタビューで明かしている。2015年冬に第一子男児を出産。妊娠中には、谷崎純一郎、漫字を読んでいたという。 その背景として、もともと同性愛の映画や小説はよく見たり読んでいて、単美な世界観の作品が好きで、自分も描いてみたいなと思っていたと明かし、出産後の性のみ生のままで発表につながっている。父は日頃、ワータヤの自慢はしないが、横浜 DNA ベースターズファンであり、隣の子がお前のファンらしいから変わるわ、と、球場から電話をかけてきたことがある。ありがとうございます。